today is October 4th. So today I have the Miss Japan thing going on. Well, it's our first Obenkyokai. So Obenkyokai is basically the Miss Japan organization, they call in a bunch of professional people from various fields, and we get to learn about those things. I'm really excited for the ones about Japanese culture. We're gonna learn about ukiyo-e, which is an oil painting. So I'm really excited about that, and I'm not really sure if my clothes are appropriate, but this is from Zara and I really like it, so I don't really care. これ忠臣蔵の一枚って言われている一枚なんですが、このおじさんが歌丸さんご本人だということになってます。なんでわかるかというと、ここに歌丸って書いてあるんです。だから自分の顔がものすごいいい男で女性にモテまくってるっていうシーンを書いた上に、柱になんか傷があるんですね、なんか落書きみたいな。なんだっていうと、これ慶応大学の王という字ね、求めに応じて歌丸を自らその美しい縁なる顔を描いてみましたっていうぐらい反骨精神で豊かな歌丸さんがいて、50歳で亡くなったそうですが、まあこういうのが歌丸さんです。北斎さん琉球沖縄まで行ったのって行けるわけないんですよね。でも行ったんです。なんでこんな絵描いたかというと、その翌年に実は琉球から日本の江戸に将軍家に挨拶に来る、遣唐使みたいなの挨拶に来るのがあったので、それを分かっていたこの西村英寿堂という人は、北斎さん来年さ琉球ブームが来るからさ、ちょっと琉球の絵描いてくれない、売れるからって言って描いたのこれです。お前俺琉球なんか行ったことねえよ、大丈夫、今私取材するからって言って、西村さんが何やったかというと、中国の方が琉球に行って絵を描いたっていう本が手に入ったので、それを堀尾北斎に見せて、これネタ本にして描いてよって、先ほどのゴッホじゃないんですが描いたので、これを中国人の目を通して描いた琉球の絵を北斎が真似て描いた。それは白黒だったんで、カラーは広重の描いた浮世絵が幕末の頃に売られてヨーロッパに行って印象派に影響を与えたと言われています。印象派って印象ですから、ピシッと描くのからモヤモヤモヤって描いたんですね。それよりも50年ほど前に北斎さんは天平が描いてますもん。これ滝の最後のしぶきのところを点々点で描いてみようっていうのを描いたのが一枚、川の流れを線で描いてみたり、もう本当に印象派より印象派です。すごい滝があったので、おじさんたちが下からあんでまーって見上げているというシーンですが、ここに風呂敷にマークが入ってますが、これ西村英寿堂の自分ところのマーク、ごわごわ見ているのが西村英寿堂ですから A って書いてありますが、これもサービスでしょという。滝の落ちるところをよくこう細かく線で書いてみると、これも藍色で、先ほどの船木36景シリーズよりもちょっと後直後に描いてますので、先ほどの、琉球白景と大体同等ぐらい、1831、2年に描いた絵だと。この瞬間にも世界には描いてる、テロリストと、国連とか第三者が介入し、あ、わかりました。ありがとうございます。